はい。いつもご視聴ありがとうございます。今回ね、株式よりもこの視野を広げて仕事について話したいと思います。えー、プレゼンターというか、<laughs> 発表者は佐藤明で、名前でやてらしていただきやす。まあ、芸名ですね。よろしくお願いします。まあ、5分10分ぐらい済めばいいんですけど、まあ、聞いていただければ、そしてあなたのね、仕事とかで、 まあ、身につけばいいかなって。まあ、僕の知る限りのことは教えますので、よろしくお願いします。はい。仕事の能力とは、まあ、基本的に他者評価だと僕は思ってますね。まあ、他人から愛嬌があるとか、可愛い,いとか、綺麗とか、イケメンとか、かっこいいとか言われた方は、人前に出る仕事とか、接客業とかね。まあ、具体的な企業だと、まあ、マックとか、スタバーバックスとか、飲食店とか。 コーヒーヒさんとか、そういうのは結構おすすめですね。あの充実感を得られるんじゃないかなという。だからあのじっとしてるの苦手とか、座りながら働くなんて無理みたいな、とにかく動いてたいとかっていうのは結構多いかな。うん、チャイゼリアとか、まあ好きなお店とかでもいいと思いますね。知ってるところで働くって面白いと思いますね。はい、で次ね、無愛想とか無感情、無口な人、体が丈夫な人、スポーツしてた人。 まあ特性が結構違うんですけど、僕はここの類で、<laughs> 愛嬌は僕はあんまなかったっすね。むすーっとしてるタイプかなあ。あとまあ、マルチタスクはに後で話すんですけど、苦手なんですけどね。だからこういう方は、能力としてこういうのが向いてるともうこの時点で能力者なんですよね。あの、愛嬌がある方とかもね。だから研究職や技術者、トレーダー、アスリート。 倉庫業、救急とか、自衛隊、まあ物流 YouTuber、まあ、男手というか肉体労働ですね。YouTuber っていうのは自分、まあ、スポーツとかアスリートの芸能人の方も一緒なんですけど、メディア関係とか。無感情な人っていうか、まあ、これは体が丈夫な人ですかね、アスリートとかは。うん。僕は結構不愛想の方だったんで。前者の方かな。研究職、技術者、トレーダーとかが。 金融とか FX とか、まあ今だと仮想通貨かな。まあどれでもいいですけど、そういう能力が適正で出る可能性が高いと僕は思いますね。で、あとは手先が器用な方、これも僕も壊滅的にできなかったですね。<laughs> 工場だったり機械の組み立て、職人仕事、伝統、まあいわゆる機械いじりですね。車の組み立てとか、自転車とかバイクとか。まああとは工芸品、漆の漆器とか、その 芸術作品ととかってていいのもこれは向いてると思いますねあと最後優しい人いますよね。怒んないでこうニコニコしてて諭してくれるような方は健康や医療福祉美容に関わる仕事まあサプリメント販売とか健康器具医療法人で医療従事者まあ看護師とかもおすすめですね。結構女性が多かったりしますよね。まあ、結構学校とかも行かないと卒業しないと資格取れなかったりするので。 またちょっと難しいんですけど、医療とか福祉はね。ただ、無資格でも美容に関わる、まあ化粧品会社とかは、そういう方は、あの、接客、愛嬌があり、可愛くて綺麗かつ優しい人とか、まあいろいろ条件がありますね。うん、まあ、まずは自分の性格を知ってることかな。僕はあとね、スポーツしてたんで、野球選手とかもちょっと夢見てたんですけど、野球得意だったんで、で、勉強も好きだったんで、まあ、 この、サラリーマンっていうのはあんま考えてなかったですね、ぶっちゃけ。<laughs> で、まあ、こうやっていろいろ発表したり、えー、話したりするのも好きなのでね。まあ、あとは僕の場合、聞いてて声がいいとかねあの。眠くなるとかよく言われるんですけどね。で、まあ、こうやって話すことで僕、あれなんですよね。無感情で無口って書いてあるじゃないですか。こういうふうにしないと、あの話してなくなっちゃうんですよね。<laughs> 一時期半年ぐらい喋んなくてほとんど失語症みたいになっちゃったんでね。なるべくこういう動画を撮ってバランスをとっております。じゃあ次行きましょうか。で、雇用形態なんですけど、まあ僕いろんな転職したんですけど、正社員もやったかなまんま持たなかったな。で、アルバイトとか派遣、契約社員、正社員、経営者、個人事業主、まあ無職、専業主婦の方や個人投資家。 まあね、女性とか男性でも今、主婦が、負の字が男性の負っていうのがね、なんかなるみたいですけど。うん。まあ、ここはいろいろ諸説ありっていう感じですかね。僕の場合、個人投資家なんで、無職なんですよね、一応。<laughs> だから、金はあって資産もあるのに無職っていうね、まあ一応立派な仕事らしいんですけどね。まだ日本では認知されてないので、職業になってないのでね。で、納税もしてるし。 でトレードすると税金も払うのでね、消費税や手数料とかね、証券会社に払う。で、利罪はおもけて僕にキャッシュバックがあるっていう感じで、まあ元手がないとできないんですけど、まあ親からもらったのもあるし、自分で貯めたのもあるし、これは投資家になる人はね、結構親も投資家だったりっていうのは多いですね。で、働き方どれがいいかなっていうのは、まあアルバイトとかだと週2、3とか、派遣2、3ってあんまないかもしれないですね。 まあ、あと業務委託とかだと個人事業主。まあ、フランチャイズビジネスとかは、大体が業務委託かな。のれんわけというか、言うか、まあ、ラーメン屋とか、会社員、経営者とか、まあ、いろいろありますね。まあ、これ好きなの流やってくれればいいかなって。お金については、まあ、一番儲かるのは経営者か、うん、かな。経営者か投資家ですね。 どっちかしかないですね、お金持ちになりたいなら。それ以外は労働だと、労働しながら投資家になるなら、あのお金持ちとか楽な生活、裕福な仕事の能力、それも含めて金融リテラシーですね、は得られると思うんですけど、正社員だけ、アルバイトだけ、派遣だけしか働きたくない、契約だけとかっていうと、結構生活はどんどん苦しくなると思うので、これは僕はおすすめしないですね。必ず あの無の使い方っていうかね、無職の使い方っていう、不労所得を得るのは一番下は必ず誰もがやんなきゃいけない資本主義だとね、これはやらなきゃいけないことなので、こう、しっかりと心に留めといてくれればいいかな。まあ、それのために経済とか、僕はいろいろ投資の話とかはね、するので、まあ、参考程度にぐらいですよね。買いあおりとかするわけでもないので。 た上の事業ををやりつつつつアルバイトをしつつお金を貯めるまあ、これも投資家の貯金、日本円に投資するっていう、銀行に預ける、ちょくちょく貯めるっていうのが一番大事なことだと思いますね。僕は結構時間拘束が回るんですけどね、トレーダーなんで、うん、個人事業主に近いのかな。9時3時なんで、まだ、寄りつき前ですけど。 今日はね、まだ動かせろ額どこをポジション取ろうかなって思ってる段階なんで、まだまだですけど。うん。まあ、こういうふうに雇用形態があるっていうことですね。はい、じゃあ次。まあ、私の場合これさっきもちょいちょい話してたこれですね。まあ、部外を研究が好きと。で、大学は中退してるのでね、病気しちゃったので。一応、障害もあるんで ADHD ですけど、まあ、今仕事は特に困ってないので、困ったことは起こらないっていうことで。 ね福祉サービスとか、役所とか行政とか雇用形態で働こうと思ったんですけど、きついんですよねで。で、給料も安いし、生障害年金僕もらってないので、資産もあるので、それなら資産運用にやった方がいいかなっていう感じですね。これは人によるかなっていう、私の場合っていう感じですね。で、特に価値観として、あ儲かるビジネスをしたいっていう。 ふうに思ったんで、株の場合は設備投資もいらないですね。パソコンもまあ10万ぐらい。まあ今スマホしたいのもできるんで、本当簡単に始められるんじゃないかな。その分僕は金融の知識がすごい長けてるみたいですね。あんまり自覚ないんですけど。なんかすごいらしいですね。知らんけど。<laughs> で、維持費も人件費、まあ人を雇うわけじゃないので、給料も払わなくていいと。で、それの場合個人投資か、 でまあ YouTube とかも一応コンテンツやってるんですけどまだ収益なってないんでえっと、ね、音楽は収益なってるのでまあ生活費やるのは儲かるこの株の方がかなこの間一日まあ8000円か1万ぐらいなら簡単に増えるかなっていう感じですねまあこれまたうちね生活費はねまだまだこう親にいただいている立場なので、ね、<laughs> これも一つはあの投資家の ビジネスをしたりとか経営者とか投資家目線なんですけど人に出資してもらってしっかりと仕事をこなすっていうのもこれは経営者とか投資家がやることなので人の金でを動かして増やすっていうのはこれはプロがやることなのでねまあもちろん自分の資本でもいいしだそういう知識や経験ではあの勤務態度とか普段の生活を親が見てくれて出資してくれてるっていうのは それは僕が信頼に値する人間だと親が判断してくれたってことですね。まあ、随時報告とかありますね。適時報告というか。今日いくら儲かったよーとかね。それは何の仕事でも。そうかな。うん。まあ、健康状態とかにもよるんですけどね。ただやっぱ、まあ、理解できないというか、仕事について知識がない方は、これの経営者じゃない方とかはね、うーん、なんかおかしいんじゃないみたいな。 モラハラ発言とか結構されましたけどね、福祉でね。まあ、一応、心理的虐待なんでね。<laughs> 心理的虐待、パワハラ、モラハラもうね、福祉とか公務員はやりたい放題でしたね。僕はまあ、そういう関連は働きたくないかなって思ったんで。物 <laughs> ものによりますね。さっき言ってた、ちょっとスライド戻りますね。この優しい人はね、福祉とか医療、公務員とか関わるかもしれないですけど。うん。 まあそれが合ってるならいいかなっていう感じですね。はい。じゃああなたの場合どうか。私の話ばっかりしてもね、見ているあなたのフォーカスして、で、あなたは実際人生で何に価値を感じているのかを、まあ自分でメモって僕に教えてくれなくてもいいのでね、自分でこの命題に対して何かなっていう書いてくるとあなたの財産になるのでね、そのメモとか。 であなたが儲かることとかをしたいとか楽しい雰囲気とかねスタバとかまあ喫茶店でもね何でもいいですよそこで雰囲気であの働く仕事する側になりたいとかねお客さんをおもてなししたいとかあといろんな場所に転々と行け2回世界とか日本とか行ける仕事をしたいお客さんのためになる仕事まあ健康とか医療とかね福祉とかそういうのもしたいとかっていうのはありますねこれはあなた自身が やってこれも雇用形態含めてね、あの人の下で働きたくないなっていうなら経営者か投資か、個人事業主、対等の立場でできる仕事がいいと思いますね。YouTuber もそうですね。あのー、どちらが上だのんだのってそんなにないのでね、僕はすごい楽ですね。だから仕事と業務にフォーカスできる、集中できるっていう仕事を選んでるってことですね。人間関係のしがらみとかもないし、 僕はまあ、日本の会社自体、この YouTube も外資系ですけど、日本の社風とかに合わなかったので、僕はこっちで行きようっていう風になって、すごい楽になったし、楽しく働けてるっていう感じですね。あなたの場合は、えー、日本でいいやって思うならそれもそうだし、ただね、楽しい雰囲気で仕事してる日本人ってあんまりいない気もするので、<laughs> これはちょっと、忠告というか警告したいですね。 もっともとうちは親父も外資系だったんで、あんまり抵抗なかった。まあ、英語のスキルがあるとか、能力があるとか、英語話せるとかならもっともっとね、大事だと思いますね。これ、接客業で身につく人も多いんじゃないかな。あの、トレーニング受けるとか、あると思いますね。じゃあ次行きます。次最後かな。あ、まだだ。で、働きなくない方、もう13分喋っちゃいましたね。もう少々お付き合いください。 働きなくない人、ま、あ15歳以上ですね。十度、まだ未成年は働けないのかな。労働はダメなので。で、よく僕もあったんで、無気力になることってやっぱあるんですよね。まあ、例えば親御さんの、こうしろ、ああしろっていう、過干渉から無気力になってる可能性もあるので、あと、ま、あ上司とかね、15歳以上なんで、いっぱいいるのでね。で、やっぱまず治療しないといけない領域っていうか、タイミングの時もあるので、ま、あ診療内科はなんか、 あとね、経営者とかも多いんですけど、朝起きれないはとにかくすぐ行った方がいいですね、心療内科にあの。で、通院しつつ働くっていうのを落としどころをうまくつなげれるので、では働きすぎ過労とか感覚どんまってちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、それが出たりするので、とにかく心療内科とかで、あと環境を変える引っ越すとか、実家を離れるとか、15歳以上とかならね、もう生活できるでしょうし、衣食住とかね。 あのセルフネグレクトになっちゃう方とかも多いですけど、あと働く意味が見いだせないとか、だと、あのやっぱ疲れてるとか、価値観、その人の価値観なんで、あと人生の生きる意味が見いだせないとか、僕は結構学問いろいろしてたんで、まあそういう方は聖書、宗教を学んで、まあ、宗教法人でもいいですし、非営利団体とかもね、あのお金のために、仕事のために生きるのよくないですよとかっていうのも、こういう団体とかあったりするのでね。 それとこにに行っっててもいいいいかなううふうに僕は思います、ね、やっぱり営利企業は利益追順でとにかく儲け出さなきゃいけないので <laughs> まあ倫理観がないこととか感情がないこととかも結構あったりするので僕は倫理観まあトレーダーっていうのは法律すごい厳しいのでお堅い仕事なのでね僕も随時なんか不思議なあれとか言ったら金融庁に報告したりそういう業務もあったりするのでね業務っていうかまあ 聞いいたりねねのの方がいるのでねだそういうところに適切にこう報告できるとかっていうほうれん草とかっていうのは格好で教わると思うし実際のビジネス現場だと教えられるものでもないし自分で学んでいくものだと思うので分かんなかったら聞いてばいいし天才肌の人僕とかはまあ調べちゃえば早いんでそれはもう天才の領域らしいですね <laughs>。 あの一般の方は教えられて分かる。で、2、3回か4回ぐらい教えるとね、大体身につくかなっていう風に思うので,で、自分で調べて自分で考えて自分でやるっていうのは、これとても難しいことだし、会社ではやらせられないしね。あの、パワハラになっちゃうしね。モロハラとか。だか僕の場合は特殊っていうか結構特別に近いので、スキルが。あの、能力の凹凸があるのでね。 僕の真似はあんまりしない方がいいと思いますね。合ってたらいいけど、あなたにとってそれが幸せかどうか、僕はすごい幸せに働けてますけど、ね、あの、価値もあるし未来への、儲かるビジネスをしてるのでね、悲観的になることもないんですけど、すごい楽観的に働けてるんですけど、これはあなたに押し付けるわけではないので、まずは振り返って自分って何だったんだろうとか、 で人生の生きる意味まで落とし込んじゃうと多分会社だと怒られるんでいやいや邪魔すんじゃないよみたいな仕事のねそんな議論してる暇ないよっていう風になったら、まあ、学問とか学術的な高度なコミュニケーションもできる可能性もあるので精神世界とかねそうですねまあ聖書とか読んでみるのをおすすめしますかな宗教どっか所属してあのバイトとかするでもいいし まあ、その、宗教上のルールとか、なんとか今でこうでっていうのは、仕事する上でも合理的配慮に近いんじゃないかな。勧誘とかはお勧すすめしないですけど、僕の知り合いでも結構いるんでね、何人か。あの、いろんな人とプロジェクトしてたりしたんで、宗教関係の人と、まあ、目的が合えばっていう感じですけどね。うん。どっか宗教所属してて、 医療とか福祉は結構多いんですけどね。まあ、非営利 NPO とかね。もういいと思いますね。はい、じゃあ次行きましょう。最後っすね。まあ、仕事っていうのは人に感謝される仕事ですね。僕、株保有してると、えー、上場企業の方の経理とかで、ね、そうから、いつもご愛顔ありがとうございますみたいな <laughs>。そういうのはされますね。証券会社から毎回レポートが届くんですけど。そういうことは、お客さんであり、それを仕事にしてる顧客っていうわけですね。 あのコンビニでもね、なんとかやってくれたらありがとうございますって言われたりするじゃないですか。で、向いてない仕事をしないっていうことは大事だと思います。あなたがね、部下にもさせない。で、お前いい性格してるんだからこっちの業務がいいんじゃないって多分言ってくれる方は、すごいいい上司だと思いますね。頭ごなしに否定とか批判とか、見てくれてる方とかね、向いてる方をしないといけないっていうのもありますね。あと、 この仕事全般の能力についてなんですけど、これは日々の工夫、改善、改良、対話、これがで成り立つっていうことですね。まあ経営者にあったら当たり前なんですけど、全部自分の責任なんで経営者って、まあ僕の個人投資家もそうなんですけど、会社に所属してると会社の責任ですけど、僕は所属してないので、これは仕事というのか、労働というのか、作業なのか、どっちにしろ、何にしろ、 僕だったら、ああ、教え方悪かったんだな、伝わってないなっていうなら、こう、工夫するわけですよね。もう簡単な言葉使おうとか。で、改善。まあ、もうちょっとこう、楽しく見てる人が癒されるようなコンテンツ作んなきゃなとか。で、ちょっとね、工夫して。<laughs> 水色に今日してみましたね。見やすいかな多分、落ち着く色ってなってるんでね。ビジネス系だと青とか水色はおすすめですね。で、改善。ちょっとでも良くなるように改良。 で、対話ですね。コミュニケーション。僕はコメント欄なくしてるのは、あの、結構対話ができない人が <laughs> 多いので、もしお仕事のあれでコラボとかは全然メールアドレスはね、載ってるので、一応、まあ、気をつけて作っていただければって警告はしてきますね。なんかスパムとか営業妨害になるみたいだもんね。あんましつこくメールするとね。だ、やっぱ対話っていうのは大事かなっていう。僕の場合、株、 分析したり、あの会社との相場を見るのが、まあ、あの、人っていうよりも、まあ、広い意味での対話なので、見てないといけないんですよね、相場と。そうしないと読めなかったり、判断が鈍ったりするのでね。こんな感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。カミでしたけど。まあ、こんな感じでね、うん、またね。 一応、僕調べたやつで、厚生労働省が発表してるのあるので、まあ、ぜひぜひ。結果、本当はフィードバック誰かとするといいんですけど、まあ、親御さんでもいいし、自分自身で、あとね、結果をツイッターとかでやってもいいし、そうしたらね、結構誰かからアイデアが、こういう仕事いいんじゃないとか、ああ、じゃあ、うちのとこで働くとかあるかもしれないのでね。今ね、インターネットで、自家で探してる人多いですからね。 やっぱ能力に合うことをやるっていうのがとてもおすすめだと思いますね。これじゃあ皆さんがね、えー、仕事の成功と健康、繁栄、お祈りしてますので、ぜひね、どんどん豊かに、仕事って豊かになるためにやるのでね。ね、あの、労働じゃなくても、まあ、もう、障害年金とか生活保護の方でもこれはコンテンツは見れるのでね。うん。まあ僕の最後まで見ていいただいてあなたは感謝されてますから。ははは。 YouTube を見るってこともその顧客のためになってるのね、僕発信者のために広告見てくれたり、すごいありがたいことなので、そこでまずはね、一つ、こう自己肯定感につながればなっていう、僕も発信してハッピーだし、受け取ったあなたもハッピーだしっていう、この感謝とかラッキーとかハッピーとか、運とか、強運とか、<laughs> そういうのを自分の心の中に留めてね、いただけるといいと思います。 それでは、一番最初にもらいましょうか。今回はね、楽しく働く仕事の能力をつける。うん。まあ、まずは自己分析が多かったですね。また、あの、具体的な仕事についてはね、いろいろビジネスモデル研究とかで話していきたいと思ってます。20分も話しちゃいましたね。楽しかったです。はい。振り返りましょう。ここですよ。僕の YouTuber の適性ですね。はい。それでは、あ、また次の動画でありがとうございました。 お疲れ様でした。ありがとうございました。またね。